どうもこんにちは、武田クリーニングです。今日ご紹介のアイテムはゴアテックスプロのハードシェルジャケット、スキーウェアでございます。ブランドはゴールドウィンです。また新しくてね、今季物なんですよ。今季物で、まだね、使用回数的にはスキー場で5回ぐらいしか使ってないというような、ほぼほぼ使用感のない状態で、ご相談をいただいたわけなんですけども、今回ですね、ビフォーアフターのアフターがありません。ビフォーだけでございます。押し跡と切り傷というようなことでね、シミとか汚れがついたんであれば、シミ抜きをしたり洗浄力を重視した全体処理をすることで変化はするんですけども、今回はそうじゃないので、そんな風になるよと、そんな風にならないように注意しようねというふうなことで動画を撮っております。ゴアテックス、いろんな種類があるんですよ。ゴアテックスプロ、今回ご紹介するのはゴアテックスプロです。透湿性が通常のゴアテックスよりも高い高機能なものが使われておりますね。多分定価で言えば8万円ぐらいするハードシェルジャケットだと思います。下手したらね、スキーよりもウェアのが高いなんていう風な感じになってしまいますが、このウェアであればですね、スキーに限らず1年中いろんなところで、使えるんじゃないかなという風な気回しからするとですね、色もシンプルでございますし、使いやすいんじゃないかなという風に思います。でですね、今回そのご紹介したいのはですね、その強く擦れてしまったというか、押されてしまったというか、傷ついてしまった部分があるんですよ。非常にもったいないですね。胸のポケットのところに若干こう白っぽく見えるところがあるかと思うんですが、ここはですね、なんかシミがついたみたいにこう見えるんですけど、強く押されたことによってできたグロスの段差といいますかね、そういったものができております。たくさんポケットがついていて、非常に使いやすいような作りになっているんですが、ここだけちょうど胸のところ目立ちますね。購入したばっかりというふうなことで言えば、非常に気になるんじゃないかなというふうに思うんですよ。で、胸のポケットが2つ、そしてお腹のポケットが2つ、そして内ポケットがあって、そのポケットの中にもポケットがついていて、でいろんなものをスキーで使うときに使いやすいような仕組みが施されておるんですが、裏地からね、こうやって見ると裏地にも濃く見えるところがあって、そして表地はそこが白く見えているわけなんですよね。ファスナーが、内側のファスナーがね、内側のファスナーが当たるところも当然そんな風になってしまうんですが、多分今回はそうじゃなくて、この内ポケットもしくはこのポケットにですね、非常に硬いものを入れていたんじゃないかなと。硬いものというのは具体的には GoPro だと思います。GoPro を持ってね、スキー場で撮影をしている方たくさんいらっしゃいますので、その GoPro 本体だけじゃなくて、やっぱり何らかのね、自撮り棒的なマウントをするようなね、棒が必要だと思うんですよ。で、そういったものをですね、撮影しないときにポケットに入れて滑るわけなんですが、その硬いものがですね、当たってしまってこんな風になってしまったんだなというふうに思いました。もったいないですね。ファスナーの持ち手の金属の部分、ここですね、ここもまあ当然当たるっちゃ当たるんですよ。だからちょうど重ね合わせてみるとね、その部分がちょうど触ってみるとデコッとしてるから分かるんですけど、この部分がね、ちょっと色がこうグロスが変わってくるというのは経年劣化として、まあ仕方ないんですが、その他のところにもやっぱりたくさんそういうグロスの段差があるということはね、他に硬いものが入っていたんだなというふうなことになるんじゃないかなというふうに思いました。硬いもの、例えばスマートフォンなんかはこんな風にならないですね。ゴーグルとかもそんな風にならないですけど、やっぱり GoPro だろうなと思いました。はい、ここね、傷、ちっちゃい傷、切り傷、これは内側に入れたポケットが原因で切れたんじゃなくて、多分スキーのエッジだと思いますね。スキーのエッジって思いのほか凶器です。切れます。刃物です。素手で触らない方がいいです。特にチューンナップしたてなんていうとですね、本当に大根のかつらむきができるんじゃないかぐらいの鋭さを持っておりますので、もうへたってきて、もうエッジの角が立ってないような状態ではなく、キレッキレのね、食い込むギュンギュンカービング、キレッキレのカービングができるような状態であれば、もう思いのほか切れますからね。だからどんなにやっぱり丈夫な生地を使っているハードシェルジャケットだとしてもですね、スキーのエッジにはかないませんので、非常にこう気をつけていただきたいなというふうに思います。素材はポリエステル 100% にコーティングと樹脂加工が施してありまして、お洗濯表示こんな風になってますが、今回はお洗濯をしても治らないよというふうな事例でですね、ご紹介をさせていただきました。お気をつけいただきたいなというふうに思います。武田クリーニングです。
でした。